斉藤さん、エアコンが故障したって聞いてきた。だからその件はもういいの。なお、じゃあ一応問題ないことを確認させていただいて、そしたら。なんで修理してねえのにサインがいるんだよ。ちょっとお手洗い借りていいですか。ダメだ、漏らせ。渋いな、今のおっさん。あの貫禄、若い女は参っちまうぞ。だったらなんだよ。